足利義輝は、室町時代後期の室町幕府第十三代、征夷大将軍。足利宗家、第二十代当主。細川政権も参照。細川春元天文五年三月十日。第十二代将軍、足利義春の着難として、東山南禅寺で生まれる。幼名は、菊道丸。誕生直後に、外祖父、この江直通りの勇士となる。 将軍と五代所の間に生まれた男子は、足利義直以来であり、石関家出身の女性を母に持つ、将軍家の男子も、菊道丸が初めてであった。この頃の幕府では父、吉春と官僚の細川春元が、互いの権威争いで対立し、吉春は戦をするたびに敗れて、大見国坂本に逃れ、菊道丸もそれにたびたび従った。その後も、 父と共に家への復帰と、坂本、く木への脱出を繰り返した。また、これまでの将軍家の着難は、万所かしら人である伊勢市の邸宅で育てられる、歓迎であったが、菊道丸は、両親の手元で育てられた。天文15年7月27日、菊道丸は、朝廷より、吉藤の名を与えられた。また、同年11月19日には、朝廷から、 将軍の着手が代々認じられてきた左馬頭に認じられた。これらはすべて父、吉春が朝廷に依頼し、実現したものであった。六角定より同年12月19日、吉藤の原服が取り行われた。原服式は、大海坂本の日吉神社士官、樹家聖保の代で行われ、六角定よりが、えぼ親となった。将軍のえぼ親は、 官僚が務める官邸になっていたが、吉春は貞頼を官僚大に任じて、元服を行った。これは、春元の官僚としての権威を否定するものであった。なお、湯座長卿が細川氏綱を烏星親にするように求めて、六角貞頼に阻止されたりするなど、当時の流動的な政治背景をもとに春元の衆都である貞頼を、を烏星親にしたとする見方もある。 翌20日、将軍宣言の儀式が行われ、吉藤はわずか11歳にして父から将軍職を譲られ、正式に第13代将軍となった。この時、慶より赴いた朝廷からの直使が坂本に到着し、将軍宣言を行った。一連の行動は、父、吉春がかつての先例に習ったものであったとする意見がある。吉春は11歳で元服。 将軍宣言を行ったことに加え、自身が健在のうちに実施に将軍の地位を譲って、これを貢献する考えがあったとされる。また、朝廷は義原がこのまま政務や京都警護の任を放棄することを有料し、引き止めの意図を含めて、義輝の将軍宣言の翌日に、義原を右この絵外将に急遽認じている。同月の末、義藤は父、義原と共に、 坂本を離れ、慶の自称寺に戻り、翌天文16年正月26日には、父と共に代理に参拝して、小奈良天皇に拝越した。天文16年7月19日、吉藤は吉春と共に、春本によって慶を追われたが、29日に春本と坂本では僕し、慶に戻った。この時、春本も吉藤の将軍就任を承諾している。 三好政権及び、英六も、三照三考長慶像ところが、細川春元の家臣で、機内に一大勢力を築きつつあった三好長慶が、春元を裏切って、細川氏綱陣営に転属。天文18年6月、江口の戦いで、長慶に敗れた春元によって、吉春、吉藤夫子は、京都から大見坂本へ退避し、城在寺に泊まった。 この時期には吉藤自らがおうちきを発給し始めているが、まだ若年ということもあり大御所である吉原の存命中は吉原名義のその没後は聖母である慶樹院がおうちきを発給している例がある。天文19年5月、父、吉原があのにて死去した。吉藤は、父が建設を進めていた中尾城で、三好軍と対峙した。だが、 戦局が好転しないまま11月に中尾城を自焼きして片田へ逃れ、翌天文20年1月には万所かしら人である伊勢貞隆が吉輝を強引に京都に連れ戻して、三好法との和睦を図ろうとするが失敗。これを知った六角貞頼の勧めにより2月に朽木へ移ったが、これに反発した貞隆は宝光州の新島正光らを連れて、 京都に戻って身を仕方に離反した。小国寺報道天文20年3月、吉藤は京都の定高の屋敷に、長兄が呼ばれるとの情報を得ると先に定高と共に、帰郷した紳士正光を伊勢邸に潜入させ、長兄を暗殺しようと目論んだが失敗した。正光による暗殺劇は長兄に軽い傷を負わす程度に終わってしまい、正光はその場で自害した。また、 5月5日に、親長兄派の河内守五代、湯座長兄が暗殺された事件も、吉藤の仕業とされ、機内に不穏な空気が漂った。7月には、三好正勝、香西元成を主力とした、幕府軍が刑の奪回を図って侵入したが、松永久秀とその弟の松永長頼によって、破られた。天文21年1月、吉藤は、長兄と和睦し、 京都に戻った。これは、同月に六角定頼が急成して、和解の空気が生まれたことによる。伊勢定高は射面される一方、細川春元は京都を脱出した。2月には、三好長慶が獄州として幕星に列せられ、長慶が押す細川氏綱が慶長や、弟の細川藤方が天宮家を相続することが認められた。ところが、 吉藤の側近である、方向州の上野信孝が台頭し、これに反発する幕臣との確執が強まった。特にこの年の6月に、吉藤が伊勢定からの反対を押し切って、山梨や赤松市の守護職を奪って、天子春久を八カ国守護に任じたことで、幕府内に動揺が生じた。天文22年うるう1月、上野信孝など、 側近の方向集らは長兄排除のために、細川晴元と通じ、2月には、親三義派の伊勢定高が、信高らの追放の還元を行い、これに、吉春、吉藤に長年従って、三好氏と戦ってきた、大立春光役つき金綱も同調した。3月には、吉藤自身が長兄との和役を発揮して、東山の麓に築いた、霊山城に入城し、 春本と協力して長兄との先端を開いた。吉藤は、春本と長兄が、芥川山次郎を包囲している最中に連合して、入京をも論むが、7月に、長兄が、芥川山次郎に、抑えの兵を残し上落すると、8月に、幕府軍が牢城する、霊山城が攻め落とされてしまった。同月、吉藤はおじである前関白、このえたねええらを伴い、 く木きもを頼って、大見急牧国に逃れ、以降5年間をこの地で過ごした。長慶は将軍に随伴する者は治療を没収すると、通達したため、随伴者の多くが吉藤を見捨てて帰郷したという。やがて、伊勢帝介や結城田だのように奉公衆でありながら、三好氏の家臣に準じた立場で活動する者も、現れるようになった。天文23年2月12日。 吉藤は、く木谷に滞在中、十三味に少女するとともに、なお吉輝に改めている。解明することにより、新規一点を図ったと考えられている。工事四年二月、朝廷は、大木町天皇の即位のため、年号を永六に改元した。だが、京から離れたく木谷にいた吉輝は、改元を知らされておらず、それまで古い年号の工事を使用し続けることとなった。 ため朝廷に抗議している改言は、戦国時代であれど、朝廷と室町幕府の協議の上で行われてきたが、朝廷は吉徹に相談せず、朝廷に相談して、改言を実施していた。六角吉方像永六元年3月、吉徹は改言の一件もあって、三好政権打倒のため、くつ谷で挙兵した。五月になると、六角義方の支援で春元と共に、 坂本に移り、K の様子を伺う。翌月、幕府軍が尿意型家に布陣して、三好町一らの軍と北白川で交戦した。一時期は六角吉方の支援を受けた吉輝側が優勢であったが、長京の弟、三好十九の犯行を受け、さらに六角吉方からも支援を打ち切られたために、戦況は思うように展開しなかった。11月、 吉輝は六角吉方の仲介により、長慶との間に和議が成立したことに伴って、5年ぶりの呪落が実現し、御所での直接的な幕府政治を再開した。この年の12月28日には、おじの子の江たねへの娘を正室に迎えている。長慶はなおも、県政を高め、幕府の御昇番衆に加えられ、さらに修理大部への任官を推挙されたが、 同時に吉輝テルの進化として幕府機構に組み込まれることとなった。ただし、長兄も吉輝テルの権威に自らが取り込まれる危険性や長年対立してきた自身と吉輝テルの和解が難しいことは理解しており、A62 年12月に着難、孫次郎が吉輝テルから返旗を配慮して議長と名乗り、翌3年1月に議長が、長兄は自身は、 吉輝テルとの一定の距離を置きつつ、三好氏の新党主となった議長と吉輝テルの間で、新たな関係を構築することで、関係の安定化を図ったと見られている。なお、長兄がご昇番衆になると同時に、嫡男の吉シと重臣の松永久秀が国衆に任ぜられている。昇番衆戦国大名の名誉格式へ及び、守護大名戦国時代へも参照。 足利義照木造義照は、幕府権力と将軍権威の復活を目指し、諸国の戦国大名との修行に尽力している。伊達春宗と種宗、里見義孝と、北条氏康、武田春信と長岡家虎、島津高久と、大友義茂、毛利元就と、天子春久、松平元康と、今川氏真、毛利元就と、大友宗麟、上杉照虎と、 北条宇治政と武田晴信など大名同士の構想の調停を頻繁に行った。また、吉輝は諸大名への懐中策として大友義重を筑前、武前守護、毛利隆元を秋守護に任じ、三好長慶、義長不死と松永久秀には切り文使用を許した。さらに自らの名の返記を家臣や全国の諸大名などに与えた。例えば、党の字を 細川藤隆や、筒井藤正、足利一門の足利富士、氏、富士聖などに、明の字を、毛利輝元、伊達明州、上杉照虎などの諸大名や足利一門、富士、氏、富士聖の弟である、足利明氏などに与えた。また、朝倉義景、島津義久、武田義信などのように、足利将軍家の通字である、義を変記として与える例もあった。 A6 年間には、品野国北部をめぐる海の国の武田信玄と、越後国の長岡景虎との川中島の戦いが起きており、吉輝は両者の争いを調停し、A6 元年には信玄を品野死後に武任した。だが、信玄はさらに影虎の品野撤退を求めたため、吉輝は影虎の品野出兵を認めた。A62 年には、美野の斎藤義立、 終わりの織田信長、越後の長尾景虎が、相次いで上落し、義照に越験した。永禄四年には信玄に駆逐され、上方へ亡命していた善品の主語、小笠原長時の帰国支援を命じている。また、長尾景虎の関東官僚就任の許可、ご昇番州を拡充し、毛利元就、毛利隆元、大友義茂、斎藤義達、今川氏真、三好長慶。 三好義沖、武田信虎ら,らを任じた。また、諸大名の任官圧戦には力を尽くしたものの、義輝自身は、将軍就任翌年十四位した三義、左この江県中条に任ぜられてから十八年間に、渡って昇進をせず、また代理への三代も記録に残るのはわずか五回である。あとに、織田信長は、義輝の朝廷刑事が、 希望の死の原因であると述べたとされているが、吉弘の朝廷官については、今後の研究課題とされている。万所、室町時代の万所、九州丹大、及び欧州丹大も参照。足利吉弘正造 a 六元年の吉弘の、帰怯以降も、三好長廷の県政は続いたが、それに反発する畠山高生と、六角義方が、機内で放棄し、三好実久が戦死すると、 三好氏に衰退の兆しが見え始めた。こうした中、永六五年に長兄と手を結び惑星を、廊断していた万所執事の伊勢貞隆が長兄と反目すると、吉輝は長兄を指示して、これを更迭し、新しく摂津モ門を万所執事とした。これに激怒した貞隆は反乱を起こしたが、9月に長兄の手で撃たれた。これによって、 かつての三大将軍、足利義満の介入すら、不可能だった伊勢氏による万所支配は歴史に幕を閉じ、幕府将軍による万所諸悪への道を開いた。A62 年、大友義主を九州丹大に任命し、九州の統治を委ねた。もともと九州丹大は、足利氏一族の渋川氏が世襲していたが、小西と大内氏の構想に巻き込まれて、 すでに断絶していたため、これを補うための部人であった。大友家は、九州において、足利将軍家に、最も親しい有力守護大名である。また、この年に、伊達春船を、欧州丹大に任命している。もともと、欧州丹大は、足利氏一族である芝氏の所流である大崎氏が、世襲していたが、伊達市の軍事的圧力によってすでにその支配下に、置かれていたため、 その現状に対応するための部人であった。ただし、これはあくまでも手続き上の話で、実際には、工事元年にはすでに、春宗を短大として偶していたとされている。A67 年7月に、長慶が病死。義照はこれを機に、幕府権力の復活に向けて、さらなる政治活動を行おうとした。詳細は、A6 の編を参照三好三参人集。 三好義継像しかし、九仏としての将軍を擁立しようとする、松永久秀と三好三人衆にとっては、将軍家の直接統治に固執する義輝は邪魔な存在であった。久秀の長男、松永久道と三人衆は、足利義種の養子、足利義綱と組み、継綱の着男、義秀を新将軍にと朝廷に掛け合うが、朝廷は耳を貸さなかった。一方で、 義輝が頼みとする、大ウ六角氏は、永六六年の観音寺騒動以降、両国の大ウを離れられなくなっていた。永六八年五月十九日、久道と三好三人衆は、四君、三好義継と共に清水寺三家を名目に、集めた約一万の軍勢を引き二条に上五所に押し寄せ、将軍に訴訟ありと偽り、取り継ぎを求めて五所に侵入した。義シは自ら、 なぎなを振るい、その後は刀を抜いて抵抗したが、敵の槍刀で傷ついて地面に伏せられたところを、一斉に襲いかかられて殺害された。最後は、寄せ手の兵たちが、四方から畳を盾として同時に突きかかり、殺害したとも、または槍で足を払われ、倒れたところを上から刺し殺されたともいう。事件の際に在京していた、山品時継の時継狂気には、 吉ルが生涯したと記されており、内死にしたとも自害したとも取ることができる。後世には、松永帝徳の大温器などの御所を囲まれて切腹したというものや、常山治無段の散々に防ぎ戦いて、ついに自害ありけるなどの自害したという明確な記述も見られるようになる。去年三十。この時、新史春社といった多くの奉公衆や節場レモンの弱視。 井戸千代丸も一緒に討ち死に、自害にした。また、義輝の聖母である、慶ーや義輝側室の生治重伝までもが、殺害されている。山田康博は、義輝一族イコール吉住家足利氏の続滅を進めることによって、三好氏が擁立することになる吉シタに、将軍家を統一し、半世紀以上にもわたる、二つの将軍家問題に、 由来する政治的不安定を解消しようとする意図があったとする。これに対して山田国明は、三好松永側は、実際に訴訟の取り次ぎを求めて御章を訪れたものの、取り次ぎの際の祖母から両軍の衝突に発展してしまったもので、最初から将軍殺害を計画していたわけではないとする。柴広之は、三好側の意図は側近たちを排除を目的として、 政治的要求を行うために御所を包囲する、いわゆる御所巻と呼ばれるもので、それ自体は、かつての官能の上乱における、足利忠義失脚、攻略の政変における、細川頼之失脚、文章の政変における、伊勢貞地下失脚と同じ性格であったが、フロイスの記述を信じれば、その要求は、将軍の最小や、側近の処刑を含むもので、 ヨシテルにとっては受け入れが高かった内容を含むものであったためにその要求を拒絶するために実力排除を試みた結果と見る。木下正則は最初からヨシテルの殺害が目的であれば政治的要求を申し継ぎである新紙春社に提出するという正規の手続きを取っている理由が不明であるとする反面その政治的要求で処刑を求められた側近と最小の中に 紳士春者とその娘の小児獣が含まれていたとすれば、交渉自体が成立する可能性が低く、殺害の意図の有無を押し量ることは難しいとしている。時勢は、さみだれはろか涙か不助きわが名をあげよくもの上まで、吉輝の死後、三好氏による主君殺害は世間を憤慨させた。特に、吉てと親しくしていた大名らは激しく生通り、上杉テルトラは三好、三吉、 松永の首をことごとく跳ねるべしと神仏に誓ったほどであった。また、河内の畑山高生の重心安見宗ふも、前代未聞で是非もないこと。無念の至りだと怒りをあらわにし、上杉氏の重臣らにトムラインが戦を持ちかけている。朝倉義景の重臣らも、同様に、誠に、欲しいままの行為で、前代未聞、是非なき次第で、 サタの限りだと怒りをあらわにしている。朝廷は、吉シテルの死に投石し、6月7日に、吉シテル21位、左大臣を追贈したばかりか、大木町天皇も、政務を3日間停止して、弔位を示した。公家の山品と吉つは、吉シテルの殺害を、言葉がない。前代未聞のギなりと日記に記している。また、天皇に仕えていた助官も、同様に、 言葉もないことだと嘆き悲しんでいる。朝廷もまた、三好松永の吉輝殺害に強い怒りを感じていた。吉輝殺害に対する怒りは、支配層ばかりではなく、一般庶民にも広まっていた。A60 年2月10日には、状況の新女道で、吉輝追善の六歳踊りが挙行され、摂津や大見坂本から集った2800人が、証拠を鳴らし、 奇跡を問わず男女合わせて7、8万人の群衆が参加してその死を言ったんだ。また、同年10月にも新女堂で秋から来た600人がヨシテルの奉公衆や女房衆に奮し、行列を組んで風流踊りを行っている。今谷キラは町の人々がヨシテルを追悼する踊りによって、三好三人衆政権への抵抗を示したと解釈している。 山田康博はこれらの事実から、三好は世間を敵に回したと評している。天正17年5月18日、毛利輝元が悲鳴に倒れた、吉輝の25周期に際して、録音院員達数、西原愛直氏にその仏事を依頼した。これは、録音院員達数が同志を務めれば、正山も喜ばれるだろうと考えた、輝元の配慮でもあった。しばし、武衛陣。 足利義輝帝医師一般には一男三女とされ、長女は高次2年、次女は永六7年2月24日、三女は義輝が殺害される、直前の永六8年4月17日に誕生した。次女と三女は、時継狂気の誕生記事から聖母が小児獣であることがわかる。息子は、照若丸4月生同年7月15日没のみで、あるが非公式に、 ヨシテルの息子と言われる人物が2名知られている。足利カヨシテル造史系募集法号は、高源院、東流山道園、供養塔が、山口県山口市の春流寺にある。肖像は他に、源の二の写したという頭部の下絵が、京都市立芸術大学所蔵の土酒資料の中に、現存する。国立歴史民族博物館本や新生極楽寺本は、 これを奮本として制作されたと考えられている。矢印の示す人物は、左の変記を受けた者から、儀、明の字を与えられた、子息、家臣を示す。くげ武家、儀の字、唐の字、明のあざ小説舞台楽曲映画、テレビドラマ、ありがとうございます。